濡れはしないが、なんとはなしに肌の湿る霧のような春雨だった。表に駆け出した少女は、少年の傘を見て初めて、あら、雨なのね。少年は、雨のためよりも少女が座っている店先を通る恥ずかしさを隠すために開いた雨傘だった。しかし、少年は黙って少女の体に傘を差し掛けてやった。少女は片一方の肩だけを傘に入れた。少年は濡れながらお入りと少女に身を寄せることができなかった。少女は自分も片手を傘の柄に持ち添えたいと思いながら、しかも傘の中から逃げ出しそうにばかりしていた。二人は写真屋に入った。少年の父の管理が遠く転任する別れの写真だった。ああ、どうぞ、お二人でここへお並びになって。と、写真屋は長椅子を指したが、少年は少女と並んで座ることができなかった。少年は少女の後ろに立って、二人の体がどこかで結ばれていると思いたいために、椅子を握った指を軽く少女の羽織に触れさせた。少女の体に触れた初めだった。その指に伝わるほのかな体温で、少年は少女を裸で抱きしめたような温かさを感じた。一生、この写真を見るたびに、彼女の体温を思い出すだろう。ああ、もう一枚いかがでしょう。お二人でお並びになったところを上半身を大きく。少年はただうなずいて、髪は？と少女に小声で言った。少女はひょいっと少年を見上げると、頬を染めて明るい喜びに目を輝かせて、子供のように素直にバタバタと化粧室へ走っていった。少女は店先を通る少年を見ると、髪を直す暇もなく飛び出してきたのだった。海水帽を脱いだばかりのように乱れた髪が少女は絶えず気になっていた。しかし、男の前では恥ずかしくて、遅れ毛をかき上げる化粧の真似もできない少女だった。少年はまた髪を直せということは少女を恥ずかしめると思っていたのだった。化粧室へ行く少女の明るさは少年を明るくした。その明るさの後で二人は当たり前のことのように身を寄せて長椅子に座った。写真屋を出ようとして少年は雨傘を探した。ふと見ると先に出た少女がその傘を持って表に立っていた。少年に見られて初めて、少女は自分が少年の傘を持って出たことに気がついた。そして、少女は驚いた。何心ない仕草のうちに、彼女が彼のものだと感じていることを表したではないか。少年は、傘を持とうと言えなかった。少女は傘を少年に手渡すことができなかった。けれども、写真屋へ来る道とは違って、二人は急に大人になり、夫婦のような気持ちで帰っていくのだった。傘についてのただこれだけのことで。